この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。アジアタック王座決定リーグ優勝決定戦、伝統ある日本最古のベルトを2000年に受け継ぐのはスミスモスマン組か、ホンダ井上組か。さあスミスがロープに飛んでネックブリカードロップは本田タモン。第68代のアジアタック王座は本田井上組かスミスモスマン組か。さあ今本田から井上にタッチ成立です。さあそしてエプロンサイドのモスマンを落としました。ダブルの攻撃を見せるラリアットかわしている。ヘッドはただ後ろからラリアット。さあタモンが担ぎ上げました。本田が担ぎ上げて膝の上、いい連携が見られます。本田井上組カバーしました。2カウントです。さあこの井上としては入門から9年間経っています。苦労の連続でした。初タイトル体感なるか。そしてこちらはジョニー・スミス。さあ距離を測っている井上雅夫です。立ち上がったスミス、ランニングのラリアットをかわしている。あっと顔面捉えたのはスミスです。あそしてトップロープ、ギロチンであります。引きずり戻したスミスがカバーします。さあ井上返せるか。2カウントです。20分が経過しました。さてこちらがスミス・モスマン組のこのシリーズの戦績です。勝ち点5となっておりますが、2勝1敗1引き分け、1敗は泉田組に敗れた試合でありました。あ落とした、カバーする意識あるか。本田がカットに入ります。井上のピンチをこの本田が何度となく防いでいます。さあダブルの攻撃はスミス・モスマン組、ダブルのキック、そしてブレンバスター、そしてショルダーで当たります。井上が立てません。さあこちらが本田井上組の戦績です。同じく2勝1敗1引き分け勝ち点5。この両チームは開幕の後楽園ホールで30分のドローでした。第68代のアジアの王者を決めるこの決定リング戦。さあニュートラルコーナーにスミス、そして反対側のニュートラルコーナーにもまずスミスがいった。エルボードロップ、そしてモスマンのダイビングボディープレス、高さがあった、カバーする、片襟がダメ、返した、返しました井上。10年間辛い思いをしてきました井上雅夫、自分より後に入門してきた若田選手に抜かれて、前座の試合で落ち着いていたこの井上、結果を出すことができるかこの決定リング戦。さあモスマンが首を持ちました。フラフラと立ち上がった井上を担ぎ上げた、ハワイアンクラッシャー、まだカバーにはいきません。フィニッシュホールドのハワイアンクラッシャーを出したモスマン。さあようやく立ち上がった雅夫、バックに待っている、バックドロップ、タモンがカット、本田タモンのカット、井上がカバーします。カウントワンで返したモスマン。ヘビー級転向から苦闘が続いているこのモスマン、今回のこのタイトルダッシュでヘビー級選手としての浮上のきっかけをつかみたい。さあ距離を取った、ランニングして、あっと前に落とした、さああっと右の肩でしょうか、首のあたりを押さえています。井上、会場からはマサオコールが起きています。さあカバーする、カウント一つ。さあ井上としては初タイトルのチャンスです。ロープに飛んだ、巻き投げ、逆に投げていく、あ DDT、 モスマンの DDT、 片襟、ホンダのカットです。何度となくこのピンチをしのいでいます。第68代のアジアタック王座決定リーグ戦。さあホンダを外に出しました。リングの中は井上雅夫とマヌケアモスマン、ノーザンだ、がっちりと入っています。腰を落とします。さあスミスが戻ってきた、あエンジンへのエルボー、ノーザンライター、スレンペックスホールド、返せるか井上、返した、返しました。入門から9年間なかなか結果が出せず、客席からのブーイングの嵐にさらされたことも多々ありました。しかし今回はアジアタックのタイトル、そのベルトを巻くチャンス、優勝決定戦、ピンチが続いています。バックを取っている。さあフルネルソン
だ。フンデルソンこらえるか。ニュートルコーナー付近ロープを持ちました。このまま投げられると危ない。しかしニュートラルコーナーにスミスが来た、うん、ホンダも来ました。ホンダのヘッド、そしてホンダタモンがバック回っている、バック回っている。モスマも抜くか、モスマも抜くか。がっちり入った、持ち上げる。ホンダのジャーマンデッドエンド、後頭部から落ちた。モスマンぐったり。さあこれが今のスローです、スローです。ホンダのジャーマン投げ捨てデッドエンド。さあホンダのいい攻撃が出た。あとは井上正雄だ。ラリアット、ランニングのラリアット決まった。がっちりとその首に巻きついた井上、その左腕ラリアット。さあ取るか、アジアを取るか。スミスのカットです、ジョニー・スミスのカット。しかし先ほどのホンダのジャーマンデッドエンド、そして井上のランニングのラリアット。さあベルトをその手に巻くか、その腰に巻くか。ベルトを奪取するか、アジアタック第68代の決定リーグ戦。さあ連携を見せるか、ホンダの背中にモスマンを乗せた。さあそして何を持ってくる、あー合体またフェイスマスター。モスマンが動きません。ホンダのヘッド、そして井上のサマーソルト、腰にダメージを与えます。さあホンダ井上組としてはチャンス、片指井上のカバー2です。先ほどまでピンチが続いていた井上ですが、今カバーはカウント2で返されました。25分の経過、さあ担ぐか、アジアを担ぐか、ベルトを担げ井上雅夫。9年間の思いを今日この長岡で結果を出せ。アルゼンチンバックブリーカー、首も固めています。さあキムを奪うか、どうだ。さあどうだ、井上9年間の思い、あっとスミスがカット、動じません、動じない。キムを奪えランニングしてのキック、スミスのカットです。ああしかしホンダがスリーパーチャンス、井上チャンス。さあ勝つ、2度目、あサクサク抑え込み、危ない危ない。180cm、108kg、その恵まれた大きな体、しかしその背中が小さく見えた時もありました。さあ勝つで井上雅雄、モスマンを担ぎ上げた。今度はどうだ、アルゼンチンバックブリーカー。さあ入門から9年苦労の連続、さあどうだ決まったか、やったー、ついに井上、苦節9年井上悲願の初タイトル。遅咲きの井上がついに大輪の花を咲かせました。第68代アジアタッグ王者本田井上組、その名前が記録に残った、そしてその勇姿が記憶に残った。本田としては8ヶ月前のベルト流出、自分の手にそのベルトを戻しました。本田井上組がアジアの王者。起き上がった、マンデル左膝を痛めました大森。桃田さん、今の一発で流れ変わりますかね。あ、2発目。やっぱりあの膝っていうのはかなり、要するにその、まあ、レスラーにとっては一番大事な部分でありますんでね。そうですか、要するにあの足が踏ん張れないといろんな技がかけにくいですからね。さあそして極楽がための体勢に入りました。名古屋城の元愛知県体育館でこの黒タイツの大森に対して極楽がための仕掛けていこうという新崎人生。あっと、なんとかこの力をほどこうとしています。しかし再びお尻がついた大森、新崎人生が決めていますか。辛い体勢、またぐことができるか。こらえます大森、こらえる、振りほどいた。大森が力ずくで振りほどきました。再び大きく息をして、そして自らのリズムに持っていこうというような、そんな新崎人生、少し口が開いています。おーっと、ドロップキック、強烈、鉄柵まで吹き飛ばされました。長い間、そして一瞬の大きな技、この繰り返しです。徐々に、そして大森がペースを握っているか。新崎人生にとってはこの愛知県体育館、去年の 10.11 三沢とのシングルマッチに続いてのこの1年越しのシングルマッチ、今度は相手は大森。
鉄柵へ。おっと、しかしかわしたかわしたかわした、大森自爆です。さあ新崎がその後ろから狙っています。新崎が行く、新崎が行った、リングした。さあ、あと新崎でやっている、トップロープから、自殺行為だ、飛んでいった、1年ぶりの合図で飛んだ、鉄柵のこちら側。人生も放った、人生もそして放たれた大森も大の字です。大森が戻ります。ああ、逆に決めた人生の方がまだ 何か狙っているか。エプロンサイド、トップロープを掴んでいます。飛び上がった、トップロープからミサイルキック、飛び上がって局面を打開、カウント2で返しました大森。桃田さん、その大森の成長具合という面ではここまでどうですか。あ、ちょっと待ってください。お、念仏パワーボムに行くか、大森エルを阻止、人生を終わりました、人生を感じ取ったか大森。さあ、そして念仏パワーボムの体勢であります。違う、うん、そのまま行くか、そのままパワーボムに行こうという人生、リバーク返しました、キック一発。さあ、人生、オガンダ、オガンダ、オガンダ、チャンピオンカーニバルの再現になってしまうのか、大森こらえるか、大森がこらえる、大森こらえる、持ち上げた、持ち上げた、高いところから押していった、カウント、カウント2、チャンピオンカーニバルの二の舞は踏みません、大森。さあ、桃田さん、その先ほどの続きですが、はい、大森の成長度合いという意味、ここまでご覧になっていかがですか。やっぱりこれ精神力の強さだと思いますね。あそこで解除ってかなり今いい技が連発して決まってますんで、はい、ダメージはかなりあると思うんですけども、ここで要するにもうやられちゃいけないっていう気持ちだろうと思うんですけどね、はい、さあ、そして先ほど振り放題だ、極楽がダメ、極楽がダメ、黒いタイツと黒のシャチホコ、新崎人生が決めていきます。あと、しかし大森こらえる、大森こらえる、大森こらえますが強引に行く新崎、大森の背中が反りません。届いた、届いた、届いた、1年前の大森だったら桃田さん、こうはなってなかったんじゃないですか。そうですね、もう危ない状況にあったと思いますね。ここで踏ん張れるっていうのはやっぱりこの成長だと思いますよね。その踏ん張りを見せます大森。45分の一本勝負で争われています、大森高尾対新崎人生のシングルマッチ。序盤は大森に流れがありました。しかし新崎がロープ越し場外への飛び技、あるいはミサイルキック、そして念仏パワーボムと仕掛けていきましたが、そのペースを完全に握ることができません。大森の踏ん張り、大森の頑張り、大森の力がこの新崎封じ込めています。さあ、もう一度行くか、新崎人生、大きく息を一つ、そして2回目、祈った、願った、そして抱える、投げるか、投げるか、後ろへかわした、捉えた、捉えた、ブレーク落とした。しかし大森の息も上がっています。桃田さん、大森もここは苦しいところですね。そうですね。さあ、しかし膝を見せました。さあ、ダイビングにドロップを見せるのか大森。新崎立ち上がった、新崎どうかわすか、相打ち、キックの相打ちだ。大森の足の裏と、そして新崎の旅の裏が合わさった。両者ともに起き上がれません。しかし大森の方に腰へのダメージもあるのか、頭を振っています大森。先に立ち上がったのは新崎。これやっぱり大森選手の方がダメージ上から飛んでる分ですね、自爆した場合には大きいですからね。さあ、新崎も拝むことがない、このまま抱え上げようという新崎。ああ、しかし持ち上がりません、しっかりと。あ、大森、ん、どうだ、地獄好き、こしたリールキック、逆にリングをかわす。さあ、大森が狙うか、狙うか、狙うか、
ックスオンだ。前からではなく後ろからいった。さあしかし大森踏ん張りの20分経過しました。桃田さん、ここは大森踏ん張りのこれですね。そうですね。投げ捨てた。今度はトップコーナーに登る。先ほどめくっている膝のパット。さあダイビングにドロップ、カウント入る。カウントで返しました。今のはかなりいい角度で入ってるんですけどね、はい、新崎選手、人生選手もかなりやっぱりタフですね。大森がアピール、お客さんに右の腕をアピール。もう一度いった、今度もかわす、拾わない大森。3回目挟んだ、投げた、固めた、返した、アクションバー、リンネ大技の打ち合い、アクションバー、2発目沈むか、新崎最後は起き上がった。さあ大森3発目いった、3度目の正直、カバーに入る、スリーカウント。3回のアクスボンバーで新作人生をマットに進めた大森。チャンピオンカーニバルの借りをしっかりと返しました。そして世界最強タッグ決定リーグ戦に向けて負けられない試合を取りました。21分11秒、3度のアクスボンバーからのエビ固め、大森高尾が勝利を収めています。今一番勢いがあるのはこの男たち。ノーフィア。コマーシャルの後はノーフィア高山が師匠オムライトに反逆、さらに大森も乱入。来ました、バックを取る。さあジャーマン体勢だ、ジャーマン。高山立ち上がった、投げてきた、力ずくでいきましたオムライト。これがオブライト選手の持ち味ですよね。もう力ずくで抜いていくっていうかね、抜いてスープレックスを決めていくっていうのは本当に怖いですよね。力がありますから。とにかくスープレックスという意味ではこの前日1というオブライト。高山義弘は話しました。 UWF 入門時、自分はまだ入ったばかり、しかしこのオブライトはメインを張っていた。そのオブライトと共に組んで前日に、思えば武道館での最強世界タッグの挑戦がありました。シングルでの対決は2回目。よく冗談でオブライトは自分が先生で、高山お前は生徒だと言うという話をしています。しかしその関係とは別に、一レスラーとして見てほしい、今日はそんなオブライトに見返してやりたい、試合前にそう話した高山です。やはりこのメインを張っている頃に入ってきただけあって、まだオブライトとしては高山ある意味ひよっこというような、そんな感じで捉えているみたいですね。まあ、だけどレスラーっていうのはですね、リングの上に上がったら対戦するときは五分ですから、はい、どんなに自分との力差を感じてても精神的に負けると終わりですからね。あ、そうですか。そういった意味でその成長した高山、オブライトに見せることができるのか、またそういった部分をオブライトも感じ取ってのリングになるでしょうね。そうですね、当然それはあると思いますよ。もちろん高山選手も体はものすごい大きいですからね、はい、196センチ115キロの高山、オブライトは191センチ160キロ。エプロンサイドから中に入っていきます。高山です。さあ前から捉えた、もう一度引くか、今度はフロント、ツーカウントで返しました。スープレックス2連発、結構飛ばしてますね。カン抜きフロントとヘイ、さあさらにもう一回行きそうな予感です。いや、ひねったコブラツイスト、背中へ一発二発とナックルパート繰り出していきます。ニーリフト、高山よろけた。さあこの体勢からいくのか、前へ投げ捨てます。オブライト選手がこんだけ、要するにその前半でもってですね、大技を飛ばしてくるということは、それだけ相手の自力を認めているということにもなりますよね。なるほど、やはりこのレスラーとしては
怖い部分というか、ね、そういったところもあるんでしょうか。もう当然あると思います、あるからこそ大技を繰り出していかないと危ないなという気持ちだろうと思います。なるほど、さあ今度は後ろから惜しげもなくスープレックスを出していきますオブライトです。ノーフィアの成長を肌で感じ取っているのかオブライト。ジャーマンだ。高山前から崩れた。ハイペースオブライト殺人封鎖。両の握り拳を上げました。愛知県体育館のお客さんにアピール。さあそしてグランドの展開だ。カウントは一つロープ。ノーフィアーとして確実に力をつけてきました高山千尋。5分経過。もう一度ガン抜き。反対側のコーナーへ高山。しかし立ち上がっています。狙っている高山かわした。はいキック。2発3発腕を取って、あそして今赤コーナーの方から大森が来ました。大森選手が今あとこちらの方に大森ということで睨みつけました。セコンドにつきます。画面の右下大森高尾がセコンドにつきました。試合終わったばかりなんですが大森駆けつけています。おっとドロップキック強烈。肩を打ちましたオブライト。さあ高山が待っています。ちょっとこれ桃田さん、はい、ダメージ大きいですね。そうですね、はい、腕ですね腕を石坂のこの下に挟んでいます。オブライトの太い腕、今その場外で左の肩のあたりを打って今の鉄柵のダメージがありました。そうですね、あのその前にもう腕を決めに行ってましたからね。はい、バーにしてましたね、まあ、高山選手としては要するにそのスープレックス系ってのは逃げらないと要するに力入りませんからね、はい、両腕側の力が必要ですから片腕を潰すとスープレックス系を壊せますんでね、そういう意味で狙ってるんじゃないかなと思います。スープレックス封じというわけですね。そういうことですね。さあ後ろから前から高山のパワーが炸裂です。カウントは2。さあ今度は腕不思議に行こうというところをすかず立ち上がりましたオブライト。この辺りはよくわきまえています。おお抱えた、持ち上げた。しかし先ほどからのこのダメージ左の腕自爆。さあどうする、前から立ち上がることができません。今度の後ろフルネルソンかわした、エルボーニーレフトバックを取る。さあジャーマンの体勢だ。ジャーマン綺麗なブリッジ、カウント2。桃田さんも思わずうなりました。いや今のは綺麗に入ってますね。非常に綺麗なブリッジ、そしてその弧を描いてオブライトがマットに突き刺さりました。今度は脇固めに移行しようという高山です。いやそれでもやっぱりタフですねオブライト選手もね。ああそうです。さあこの顎のあたりに入っているんでしょ。ギブアップギブアップギブアップですよ桃田さん、ギブアップですよ今の、ね、最近この高山選手が使うんですけどこの喉とですね肩を挟むことによって、はい、もちろん肩も決まるんですけども呼吸ができなくなるんですよ。いわゆる変形の肩始めということになりますね。そういうことですね、はい、ギブアップを取りました。来週はいよいよ世界最強タッグ開幕。昨年度優勝バーミング小橋秋山組の2連覇なるか。三沢組はいきなり開幕戦でベイダー組と激突。ノーフィアは世界タッグ戦の雪辱なるか。ノーフィアパートナー不在の田植えは不沈艦スタンハンセンと頂点を目指す。さらにアジアの王者が世界に挑む、乞うご期待。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。アジアの先には世界最強タッグが見える。